ゲッタの歴史。さあ今回もですねリゲッタの歴史生野区本店の方で行っておりますけれども、はい、これね視聴者の方からね、うん、結構言われるんですけど、うん、足元の靴も結構気になるって言ってくれるんで、うん、これ見てるんだなって思うんで、うん、それと結構意識してあります、うん、僕ねそこをちょっとねやっちにまあ大変やっちんで呼び合ってるんですけど、うん、見てる方分かると思うんですけど、うん、やっちが素の部分出てくるとき足組んでるときとかもうこっち向きにこうやってやってるときとかあったりするんですよ、うんうん、靴全く見せてないなアウトソールが大事やって言ってる男靴とかもええねんってちゃんと変わんないでくださいねみんなこれ逃げた買わなくていいっすよ。いやもう僕に3度ですよ。写真撮るときも何でも映像に残すときはアウトソールを特に意識してくれる。じゃあそれあれや外側を見せろ。外側を見ろこいつアホやから内側ばっかり見せる外や何回言ったらわかんねえ。そうだからもうアホなんですけどアホ2人がお届けしてる、はい、まあ番組でございますが、まあ、2006年ざっと振り返りますと、日本中の展示会を回ってみたりとか、うん、まあいろんなハードな面があったんですけども、うん、初めてのギフトショーをやったりとか、そうやな、うん、新しいことにチャレンジをして自分で扉をこじ開けた、うん、31歳の高本康夫、うん、そして今回は2007年度バンドといいまして、うん、32歳になった、うん、まあここもまた事件がたくさんあるんですけどで、まあ、新しいものを取り入れるというのが高本康夫の人生かなと思っておりますんで、そこをちょっと楽しみに聞いていただきたいなと思います。さあそれでは早速2007年度版やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。覚えてないでしょ。いや今日ね朝一応予習してきたんやね、はい、自分が作った年表なんで、ね、予習してきたんやけど、はい、まあまあ忘れてんな。ここって多分なんで多分記憶にないと思うんで、うん、まあ、僕からこう、まあ、僕もね読ませていただくだけかも分かりますけど、うん、リスナーの方と同じような感じの目線でちょっと今回聞いていこうかなと思うんですけど、その参謀は出ないが、うん、リゲッタ12、13、14、15、まあ20までね、うん、10人から品番というか分からんけど20まで、うん、チャラサンダル、チュラサンダルか、うん、チャラなんかの、うん、チャラいサンダル作ってんのかなってリゲッタ以外は作らないと決めるって言って、うん、まあ、1月なんですけど、うん、まあ、要はリゲッタの12から20まで、うん、チュラサンダルですか、うん、これどういうことなんですか。リゲッタ以外作らないって1月から決めるって。参謀は出ないがっていうのが展示会で出たのが参謀ホールっていう、はい、貿易センターか神戸の、はい、そこでやってる展示会年3回のもう出えへんなってん、はい、ここで前まで荷物をちょっと預かっといてって言われたところのあれですか。荷物とか何やそれ。最初の方にはあそうそれそれ嫌な問屋さんが来てボンって言うてもうその奴隷みたいな展示会に対してもうここの会場出たるかいっていうちょっとボイコット的な。お別にあれ誰も喜んでないで、まあ、分かりますよ。でもなんか腹立つっていう、まあ、この年32歳なんねんけどリゲッタもう乱発してて乱発しますね。当時リゲッタ1、2、3、4って作ってて、はい、4が中国製で5が台湾製とか、はい、で、まあ、6日本製とかでこういろいろする中でここでいきなり12から20までラインナップビヤー揃えていきますねこれで。チュラサンダルっていうのはもうなんかちょっといろいろ偉い人に作ってくれみたいな。はいはいはい、うん、あれですね、いろんなとこからこうのしがらみがあって、そうあってあって作らざるを得なかったっていうのとかで、ただこの時にリゲッタも売ってたんやけど、なんかよくわからん OEM とかもやってて、うん、俺のデザインやねんけどネームって靴の中敷きのところに書いてんのを問屋さんの名前にするとかそういうのやってたんやけど、それもやめたっていう。もうリゲッタしか俺は作らんって。なるほど、うん、だから脱却やね、これもう言うてみたらここは宣言してるってことやね、1月は。だからこれ12から20をそれだけ揃えたっていうのはその宣言でもあったし、はい、俺はもうこのリゲッタでこれからうちのブランドは全部リゲッタって決めてんけど、この12から20が全然売れへんかってこれって今の商品の原型になってるやつ買ってもあったりするんですか。いやだって俺もう今これ見てもこれがどれやって言われへんぐらい忘れてるよ。カタログ見たら面白いと思うわ。いやでもなんかそんなんもでも歴史じゃないけど、うん、歴史よね。俺もちょ今びっくりするから覚えてないもんこれ。これはどうやったかなとか覚えてこれかって思う人にとったらだからこの中に横脚補正サンダルとかそんなの作っとったんや。はあなんかいろいろ作ってた記憶があるけどそれがどの品番とか全く覚えてない。これでも決意決めてますね。この2006年でも死んでるもんねやっちんは。そうやな。だからもう出ないとか嫌なことをストレスから解放じゃないけど、うんうん、腹くくったってこと、ね、腹くくった。俺腹くくった時大体負けんねんけどなまあ腹くくってた受験の時に腹壊すみたいな感じ。なんか中二病やねん。なんか俺はやるみたいな、ルフィみたいな自分でやってたからリンゴかじってボクサーみたいな感じ
俺が言ってる。でも全然分からへんもん。なんでリンゴかじってるのさ。ちょっと分かってる。いやでもまあでも腹を決めたというのが僕は読んでてなんか思ったなって、うん、同級生の中で。でも32歳の決断ですごいんじゃないかなと思うのと、うん、あとね僕ね今回のこの年表でねずっと注目してなかったべき点で、うん、あの注目していきたいなと思ったから。この売り上げが目に見えて上がってきてて、2006年はまだ3億ぐらいだろうとか書いてるんですが、売り上げが2007年度に関してやっぱり皆さんお金のお話好きでしょ、売り上げが4億ぐらいいったんじゃねえのって書いてるんですよ。覚えてないけどこれぐらい4億いったんですか。こっからがすごいですよ。2006年これまあ7年から8、9、10と僕もは知ってるんですが、えげつない数字に変わっていくんですよ。入り口やね。あ、これが面白いでね、あと正社員が10名になってるんですよ、うん、最初家族経営やったのが、うんうん、正社員が10名パート3名、うん、これが後々の歴史の中で大逆転するんです。そうやな、面白いな、この数字がすごく面白いなと思って、うん、それとともに売上がグッと上がるな、上がるんですよ、うんうん、まあそんなんもこんなんも人が入っては出ていくんですが、うん、それが歴史やなと思って、うん、次の2月、うん、2度目のギフトショー気合の2コマって書いてるんですが、うん、ここをちょっと教えていただけますか。2月前年のギフト賞初めて出た時は、はい、いや勇気持っていたけど、いや1コマって言うて3メートル ×3 メートル ×3 メートルで、まあ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 、あのなこんなんやねん、ここいろんなブースあんねんけどこれが3メートルやねん、はい、で最初の展示会はこんなんやから、もうこれ3メートルで客つかめへんとかあんねん。めっちゃ難しいな。そうで反対側に有名なブースとか広く出れたりしたらアウト。これでも前言ってても角やったりとか、角はいいねんけど力ないし初めてやるから、もうこういうもう当時の技術者の人山ほどあるというか見つけてもらうの大変。こっちに例えばやけど、まあ、ここでもやけど、うん、反対側にもちょっと綺麗なお姉ちゃんがいて、うん、なんか持ってたラウンドがこっち見られてアウトや。もう俺なんかなかったことになるから、どんな絵も置いててもどんな商品に価値があっても、えそれってどんな気持ちになるの。だからもう声張り上げるしかないよ、ビラ配って。え、社長自らやってたそれ。いやもうだからインフルエンザで倒れてたから。あ、そうですね。実行やすいですよ。2006年度の初めて気合い入れたやつは倒れてたよね。で今回は2コマあってで倍の金額かけてもうグワーッと広いになって、端っこじゃなかったけどな、もうほんま2コマ分これあれね、6メーター稼げんねん視認性を。なんでここまで行き着くのは福ちゃんとかといろいろ見に行ったり、どうやったらどうなると思うとかって話し込んだ中で、そうやな、見つけてきたこと。こん時だからちょっと若干麻痺してて、金かけて金増やすっていうのがめっちゃハマってる時期やって、もうだから前まではお金返納怖いからできへんかったけど行ってまいみたいな感じやったから、もうこの6メーターの2コマで勝負したみたいな。でもこれ広くしたからってじゃあ売り上げ上がるの、バクチー言うたバクチー、まあバクチー、ただなんか売れる商材しっかり揃えてたつもりやし、こうこの時ねディスプレイがこう初めてでこうここにこう商品置いてんねんな、はい、こう商品置いてでこうギリギリにもこうカウンターテーブル置いてメインのやつ置いてお客さんが回遊できるようにして、ああ2コマあったらこれできるか、1コマやと奥使われへんねん、もう手前で勝負やねん、奥人入ってもらったら何も分からへんね、斜面も。でも2コマへとこうポスターとかここに貼れたりするから。これは何人ぐらいで、大体これまず1コマに対しては何人ぐらいで。この1コマの時は最初2人で回そうと思ってた。でも、ここになったら俺と大ちゃんと福ちゃんと Y 君って4人、はいはいはい、うん、4人で立ってた。で東京やっぱりな、男ばっかりすごいな。そうサンプルとか事前に送ったりとかして Y 君がいろいろ手配してくれたと思うねんけど、なんかいろいろやってたね、準備送ったりとかね、俺らも準備して。この時ってじゃ あ, 誰かがに教えてもらうわけではなく、今までのこう積み重ねの経験がこの6メーターに変わっていって、そう、サンボーホールで展示会で、あの要はパイプ椅子と折りたたみのテーブルとかで、うんうん、ダブルのスーツ着たおっちゃんがタバコ吸ってる展示会で揉まれてるやん。であそこで目立つのは簡単やって、芝生引いたりとか何でもできないけど、こっちに来たらみんなその考え、いやメジャーリーグやから、そうや東京よね、うん、だからやっぱりそこでも勝てるにはどうしようと思って。だからそれってさっき言った2006年の日本中の展示会を見回って、うん、いろんな見てきたじゃないですか。あ、うん、強いよ、聞いてる、あのおもちゃであったりとか、うん、例えばいろんなもうそのね、うん、そこは聞いてる、聞いてる、見せ方、見せ方でまだ今見たら恥ずかしいで、うん、でも当時ではよくやったって、だから6メーターに行けたんかもね。そうな、そうで、ここでだから結構うちの会社結構大きな
ターニングポイントで、うん、まず松田さんっていう当時小助さんっていう会社に勤めてて、はい、松田さん、はい、いずれなうちの会社に入ってくれた松田さんがここで出会えた、はい、松田さんが日清のバイヤーと歩いとって、はい、日清のバイヤーがどうしてもあれ扱いたいという商品があってで松田さんがそこで名刺交換してくれたはあ、そうでその時は俺じゃなくて Y 君と名刺交換をしててんけどあとはねこの前の展示会からずっと気になる存在がおってなんかねこう胸はだけて筋肉パツパツで女性じゃないねそう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 白いシャツ着てもう全然こう父の谷間見せて髪の毛こういうしゃべり方分かってきたこんな感じの社長がおって、うん、でその社長がこう俺もまずここで話してねこうやって歩いてきて長本さんでここに鏡があったらその社長携帯持ってたらどんなポーズしやがってんだっけすでに光ってはってギフトショーって山ほど見とんのに、うん、その前のギフトショーが誰やねんあの人って芸能人ちゃうのぐらい光ってはる人もなんかうちのお世話でグズマンさんグズマンさんのマスクをめっちゃ売ってる、はいうん、あの問屋さんがあるんやけど憧れ的やってん展示会で言うたらなんか輝いてんのよ毎日寺井社長のこと考えてるよ考えてるよね考えてる、うん、どうやったら寺井社長のモノマネがもっと上手にできるか違う違うまた近づけるかでしょそれぐらい光ってたんでしょで前かで俺が嬉しかったのが一回名刺交換ここら辺でしときたいんですって来てくれたね寺井社長っていくつあんた俺の3つ上やねんだから32歳の時が35で胸腹けてジャラジャラつけててもう芸能人みたいなのがこうやってくるわけやん芸能人やもんね芸能人だからギフトショーとかやともう親みたいな2コマとかじゃなくて6コマぐらい使って櫓とか組んでなんかすごいなんかトークイベントとかやってあるような展示会ってあったから憧れの的でこの社長さんがリゲッタのことを知ってくれたっていうのがたまらんかったこれがはえ初めての時初めてそうその人から俺から行ったんじゃなくてあの人が一回これ挨拶だけさせとってくださいって来た時にすごい、ね、めっちゃ嬉しかったよ、うん、いやえその方とよくもうブログ読んでてもご飯行かれたりもしてますけど、うん、ここで出会ったんですねテナーシャ2000のそうここ2000のもう13年の付き合いやんなある意味ローランドのいかつい番みたいなちょっとちゃうけどいやあんな名言あげてあれだとワインで滑り芸の人やから滑り芸の人やいやでもそれぐらいだからまあ出会えてよかったことですよね、うん、いやめっちゃ感動したし、うん、あの感激そうですよね、うん、でここでそうやなあそうそうあの ABC 放送局のでなんかの人らが直接来てくれてあのうち当時リゲッタバーネルっていうのを扱ってたのに対してこれ通販でやらせてくださいって言うたのが多分これ当時評判中村やっててなすなかにしさんが知ってる知ってますなすなかにしさんは知ってんのお前なすなかにしには私は2005年 NHK 上方漫才コンテストで抑え込んで、うん、ノンスタイル、うん、南海キャンディーで抑え込んで優秀賞もらっております木田太郎先生からマナちゃんかなちゃんから、うん、あなたたち面白いと言っていただいてなす中根さんが勝ってんねんなじゃあそこでは勝ってるそこがピークです僕それ何年何年2005年です2005年なんで2年だってこの人の番号になってるリゲッタ放送局チャンネル登録してねいいねの評価もよろしくねイエーイアイドヤマン今のこの世の中暗い方から明るい方へとゆっくりゆっくりで円で歩いていきましょう逃げた野草からのメッセージ